の魔法自体がそんな効いてこなかったのはよかったね。うん、6階ですって。何これ、ここは一体。あれがソーサリーグローブの、なんか思ってたのと違った。ソーサリーグローブ、もっと隕石的な何かかと思ってたよ。動くな、そこで止まれ。誰ですか。なぜこの女がクオドラティックキーを持っているのか。言い方、を作り結晶化させたキーを一つだけのはずだ。言い方じゃないですか。女、許せないわこいつ。何なのあなたたち。危ない。クロード。動くなと言ったはずだ。我々の言葉が理解できないわけではあるまい。自由の力だと？てめえ、ネーデ人か。うわ、なんか敵って感じのビジュアルね。ネーデ人。全員の見せてほしいわね。一体何を言っているんだ。お前たちは何者だ。やれやれ、本当に野蛮ですね。未開惑星の人間は、すぐにそうやって声を張り上げる。いるよね、こういう人。いや。わしが見たところ、この少年はエクスペルの人間ではないぞ。おそらくは地球人じゃ。それは失礼。ですが、なぜ地球人がこんな宇宙の果てに。そんなことは知らん。しかし、こんな未開惑星に地球人だけでなく、まさかテトラジェネスまでいるとはな。わけのわからんこと。なるほど、そのテトラなんちゃらっていうのがオペラさんの種族なのね。地球人、宇宙、クロード。わかるはずもないか。ならば教えてやろう。その少年はエクスペル人ではない、別の星の人間だということじゃ。別の星の人間。そうじゃ。お前たちがただの光と思っている星々には様々な生物が住んでおる。それは地球しかり、エクスペルしかりじゃ。しかし大したことではあるまい。お主とて我々と同じネーデ人なのだからな。私、あなたたちと同じネーデ人。どういうこと。レナ、こいつらの言うことは聞くな。お前たちの目的は何だ。エルリアを滅ぼしたのもお前たちか。我々の目的などお前が知る必要はない。何。それにもう遅えんだよ。すでにこの星はネーデとの衝突コースに入っちまった。目的を知ったところでおめえらにはどうにもできねえ。衝突。衝突。どうしてそんなことを。この星の破滅が目的なのか。イケメン枠がいるわ、敵に。何がおかしい。下等生物らしい浅はかな考えだと思ってな。あら、声いいわね。こんな辺境の星一つ破滅させて何になる。これは我らがネーデに戻るための手段の一つに過ぎ。戻るため。全ては我々が力を取り戻し、
銀河宇宙を我が物にするための布石でしかないのだ。銀河制服だって。そうだ、貴様らのような虫けらには分からんだろうがな。そろそろ時間だ。間もなくこの星はネーデと衝突する。なんて敵豪華すぎん声優。なぜだ、なぜお前たちはこの星を選んだ。この星が最もネーデとの周期軌道に接近する惑星だった。それだけだ。クオドラティックスフィー、お主たちの世界でソーサリーグローブと呼ばれておるものじゃ。あれを使って惑星の軌道をずらしたのじゃよ。ネーデと衝突させるためにも。しかしまさかこの星にクオドラティックキーまであるとは思わなかった。おかげで計画が100年は早まったよ。あなたたちがさっきから言っているクオドラティックキーって一体何なの。君たちがエナジーストーンと呼んでいる紋章石を結晶化したものですよ。君も首から下げてるじゃないですか。これは、このペンダントは。でもどうして。ネーデ人である貴様が持っていても不思議ではあるまい。クオドラティックキーを作ることができるのはネーデ人だけなのだからな。もういいだろ、どうせお前たちはここで死んじまうんだ。そうはさせない。お前たちを倒してこの馬鹿げた行いを止めてみせる。残念だ、我々を倒してももはやエクスペルの軌道は変わらない。そんなのやってみなければわからないさ。馬鹿なやつだ。おい、少し相手をしてやる。どうしても死にたいようだな。苦しまないように殺してやるのが。強そう。せめてもの情けか。ここは私に任せてもらおうか。このような輩は私一人で十分。私は十賢者が一人メタトロン。私と相まみえることを誇りに思うがいい。私もっと一番弱そうな人と戦って。あのおじいちゃん絶対弱いでしょ。最悪。うわ強っ。ゼロ。ちょっと待って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 、これ多分イベントバトルな気がするけど、ちょっと待って、イベントじゃない可能性を考えないといけないから。いや待って、終わった。え、何なかなかやるな。何よ。しかしお遊びはこれまで。ゼロはずるよ、ゼロは、ここまで来ればあとは我々の力でネーデまでテレポートできる。さらばだ、愚か者たち。言いたい放題ね、愚か者とかあんたたち。全然好きになれない。何今のやつら、ぶっ倒してやりたいんだけど。本当に全員倒せるかな。あ、私は10億もの人間とクロードを、自分の息子を見捨ててしまった。 あなたクロード君のお父さんなの。しかし今のは異常事態とはいえ
自然現象でしたし、そのご子息のことはともかくとして仕方がないことだったんです。何が仕方ないのよあなた。それにこの区域は未探査区域だった。今さら悔やんでも仕方がないだろう。カーツマン、クロードは自分の意思で降りていった。あいつは戻ってきた時からとっくに選んでいたんだ。そして10億の人間を救う方法は俺たちにはなかった。絶滅があの惑星の運命だったんだ。言い方じゃない。なんかクソ、科学とはなんて無力なんだ。なるほどね、お父さんがいたんだ。だから転送してたって感じか。うまくいったようだな。我々はネーデに戻ってきた。だがあの虫けらどもも一緒に来てしまったようだな。え？それは仕方がない。あの場所にいたのだ。奴らが死んでいない限りそうなったはずだ。どうする？やるか？かなり離れた場所に落ちちまったようだが、放っておけ。どうせ何もできはしない。確かにな。遅かれ早かれ、奴らは死ぬことになるのだから。気になるのはネーデ人の少女ですね。なぜあの星にいたんでしょう。わからん。今のネーデから外部に出ることは事実上不可能なはずじゃが。まあ小娘一人のことだ。俺らにとって大した問題にはならねえだろ。全ては計画通りということですね。そうだね。ですが油断は禁物です。全てはこれから始まるのですから。うん、レナ、レナ。誰？どうして私を呼ぶの？レナ、起きなさい。あのお母さんがあれなのかな。大丈夫か？そこから脱走というか脱出してあそこにみたいな感じなのかな。随分綺麗な場所じゃない？クロード、クロードなの？今私を呼び起こしたのは。ああそうだけど。違う、クロードじゃなかったわ。あ、よかった、みんなご無事で。ねえ、ここってどこなの？僕もよくわからない。天国にでも来たか。天国なんかじゃないわ。ここはネーデの外壁楽園と呼ばれるところよ。ここはネーデなんですの？レナ、大丈夫ですの？大丈夫。こっちよ。レナ、一体どうしたんだ？わからないの。ただこっちに行かなきゃってことだけはわかる。それってレナがネーデ人だからわかるのかな？それもよくわからない。でもここの空気に触れていると心が落ち着くの。今までの不安がみんな消えていく感じがする。幼い頃から知っている、そんな気がするの。だからここはきっとネーデなんだと思う。そういえばお前も他の星の人と言われてたな。僕は突発的な事故に遭遇して他の星からエクスペルに飛ばされたんだ。そしてシンゴの森でレナと出会った。そうだったんだ。まあどうでもいいじゃない。どこの生まれだろうが個々の人格には関係がないわ。ほんとそれだわ。うん、うん、ありがとう。いつまでもここにじっとしてても仕方がないな。とりあえずこの周辺を調べてみようか。
ところでエクスペルのみんなはどうしてるんでしょうね。おそらく無事ってことはないな。惑星に衝突したんだ。ただで済むはずがない。これみんなの親族とかきつくない？死んじゃってるよね多分。大丈夫、きっと元気にしてる。みんな私たちの帰りを首を長くして待ってるはずよ。レナ、きっとそうよ。うん、そうだね。そのためにも今僕らがどういう状況に置かれているのかきちんと見極めないと。うん、しんどいな。岩浮いてるんだけど、どういうこと？あれは…何かの装置みたいだけど…中にお入りください。誰だ？怪しいものではありません。怪しいんですけど。とにかくそのトランスポートにお入りください。そうすれば全てがわかります。トランスポートね。この後何が起こるか想像がつくわ。行ってみましょう。レナ、大丈夫。この声は信じてもいい。そんな気がするの。まあ今より状況が悪くなるわけじゃないだろうし。いいわ、行きましょう。よし、行ってみよう。そうよね、すでに状況悪いんだから。うん、ここはどこ？わからない。油断するなよ。とにかくここを出よう。あ、動ける。そろそろテープ欲しいなって思ってるんですけど。お待ちしておりました。え、どこ？あなたはさっきの声の。はい、あなた方をここへ招き入れたのは私です。私はこのセントラルシティの市長を務めておりますナールと申します。セントラルシティ？ここはネーデじゃないんですか？ネーデですよ。セントラルシティはネーデにある都市の一つです。あなた方がなぜネーデに来てしまったかお分かりですか？分かりませんわね。エルリアで戦っていた後のことは。僕たちはエルリアの塔で怪しい男たちと戦っていて、それで気がついたらここにいたんです。おそらくあなた方は彼らがネーデへ飛ぶ際に巻き込まれる形でここに飛ばされたのでしょう。一体彼らは何者なんですか？彼らは神の十賢者と呼ばれる者たちです。彼らのことを語るにはネーデの過去の過ちを語らなければなりません。長くなるぞこれは。ネーデは今から37億年前、一つの惑星でした。レスタって今は惑星じゃないの？今のネーデは惑星ではないのですよ。高エネルギーのフィールドに覆われた人工の惑星。へえ。それが現在のネーデ、エナジーネーデなのです。そうか。それで父さんは高エネルギー体と呼んでいたんだ。37億年前といえば、未だエクスペルは宇宙に存在していなかった時代です。その当時ネーデは、宇宙でも比類する星がないほど高度な魔法科学を持った惑星でした。そのため銀河系のあらゆる惑星がネーデの統治下に集まることになりました。しかしそれは強制的なものではなく、お互いが共存し合うという理想に近い形だったと聞いてます。しかしそのような世界でも
邪神を持つ者は存在するのです。まあどこにでもいるよね、そういうのってね。それが神の十賢者と名乗る者たちでした。彼らは惑星間の共存ではなく銀河全体の支配を望んだのです。なるほど、しょうもないやつだね。10人の恐るべき狂信者たちは強大な力でまずネーデそのものを手中に収めようとしました。彼らの攻撃を受けネーデの主要都市は次々と攻め落とされていきました。彼らは自分たちに従わない人々を全て抹殺しました。そう、たとえ女子供であろうと無慈悲に殺戮したのです。ネーデ軍も総力を結集して対抗したのですが彼らの力は強大でとても邪悪なものでした。結局はかなわず敗走を余儀なくされたのです。しかし彼らの暴挙はそれ以上長くは続きませんでした。ネーデ軍は最後の力を振り絞り戦いました。そして何週間にも及ぶ死闘の末ついに十賢者を打ち破ることに成功したのです。ネーデの人々は彼らを処罰するためにエタニティスペースと呼ばれる一度入ったら二度と出ることができない特殊空間の牢に封じ込めました。戦いはネーデ軍が勝利したのです。しかしこの戦いを経てネーデ人は自らの持つ絶大な力にようやく気づきました。たとえその気がなかったとしても我々は全宇宙を支配するだけの科学力を身につけてしまったのです。もし再び十賢者のようなものが現れたとしたら再びネーデは戦乱の渦に巻き込まれてしまう。それは誰も望まないことでした。そこで長い会議の末奇才であるランティス博士の提唱したある一つの結論に達しました。それは自らの進化とネーデの力の封印です。惑星ネーデはネーデ人自らの手で破壊されました。なるほど。ネーデ人はすべて高エネルギー体の中に作られた居住区エナジーネーデに移住することになりました。エナジーネーデを覆うエネルギー体は外界とネーデの行き来を禁じるためのものです。そしてネーデは外の世界と断絶しました。あとは皆さんのご覧になった通りです。エタニティスペースに封じ込め銀河に放逐したはずの彼らがどのようにして脱出しエクスペルにたどり着いたかは分かりません。しかし事実として彼らはエタニティスペースを抜け再びネーデへと舞い戻りました。銀河の支配者として君臨するために。でもそんな大昔の人なわけじゃない？若くない？みんな年の概念はないのかしら。それが神の十賢者か。はい、強大な力を持つガブリエルをリーダーとし、あれガブリエルって言うんだ、自役に長けたルシフェルが参謀を務めます。その下にはミカエル以下8人の配下が付き従っています。ミカエルね、恐るべき狂信者たちです。詳しくは図書館にあるデータベースを参照していただければ。あなたたちは彼らがここに戻ってくることに気づかなかったんですか？はい、エクスペルが異常な公転軌道を始めた時にはもう全てが遅すぎたのです。それで僕たちはなぜあなたに呼ばれたのですか？あなた方に可能性があるからです。どういうことですか？十賢者は今このエナジーネーデで銀河支配のための準備を進めています。しかし現在の我々の力は
かつて彼らを封じ込めた時ほどの力は残っていないのです。まあ、そうだよね。だって、ね、今ここにしかいないわけだからね。俺たちの力を貸せということか。そうです。それに我々と十賢者の力は同質です。結局は強い方が勝ちます。必要なのは異質な力なのです。異質な力か。どうする？私たちがここにいる以上やるしかないと思う。それに十賢者の目的が銀河支配ならエクスペルも狙われるわけだし。まあ仕方がないんじゃない？うん、そうだね。ありがとうございます。早速ですが時間がありません。あなた方には迅速に行動を起こしてもらいたいと思います。ちょっとゆっくりさせていただいてはいけないかしら。何をすればいいんですか？最初になすべきことはネーデ内での移動手段の確保です。なるほどね。トランスポートを使えばいいんじゃないんですか？あれは主要施設に設置してあるだけです。本来の移動手段にはサイナードという飛行紋章生物を利用しています。生物？サイナード？セントラルシティを出て北に行くとノースシティという町があります。そこで訪ねてもらえればサイナードの飼育場ホームはすぐ見つかるでしょう。そうそう、先ほど申した図書館もここにあります。ネーデの歴史や研究科学報告書など参考になる文献が豊富にありますよ。わかりました。じゃあ早速ノースシティに行こう。レナさん、どうして私の名前を？あなただけにお話があります。少しだけ残ってもらえないでしょうか？はい。なんでみんな聞いちゃいけないの？もうね、全てを聞くだけの覚悟はできているつもりです。レナさん、私の本当の両親が誰なのか、私はこの旅の途中で探してきましたけれども何の情報も得られなかった。あなたがネーデ人であればエクスペルに情報がないのは当然のことでしょう。私はネーデ人なんですね。はい、間違いありません。なぜ私はエクスペルにいたんですか？私の本当の両親はどこにいるんですか？ナールさん、あなたは私の名前を知っていた。あなたなら知っていますよね。レナさん、その疑問に対する答えはおそらくあなた自身で見つけ出すべきです。私が自分で？これからの旅の過程であなたは自分自身が何者なのか見出すことができるでしょう。私を見出す旅？あなたはネーデ人でありながらエクスペルで育った。そのことで普通のネーデ人を超える力が眠っているように思います。私に？自らの力を恐れずに進んでください。それにあなたには仲間がいます。決して一人ではないのですから。はい、レナさん、間違いなくあなたのご両親はあなたを愛していたと思いますよ。そのあなたの胸元に輝くペンダントがその証拠です。すみません、今はこれしか言えませんが。いいえ、ありがとうございます。え、ナールさんがお父さんでことはない？まあ、ないわな。そうだよね。すみません、ね、お待たせしてしまったようで。いえ、そんなことはありません。では、私はこれで。ごめんね、待たせちゃって。気にしなくて平気よ。平気よ。レナ、あのさ。何？いや、私は大丈夫よ。レナ、進みましょう。答えに向かって。ああ。まずはノースシティに行くんだよね。
セントラルシティを出て北の方角にあるんだったな。これ気づいたんだけどさ、もうこれあれだよね、あの惑星変わっちゃったからさ、イベント的なものも見れなくなっちゃったってことだよね、いろいろと。いや失敗した、めちゃくちゃ失敗したよ。ああね、いろいろあったよね、多分やってないイベント、見えてないというか見てないイベント、惜しいことをした。まあ仕方なしかね、まあ初見ってこんなもんですよねそう初見ってね、やっぱね、ちょっと今ねなんか絵ちょっとクオリティ低くないですか、なんかもう実物もうちょっとかっこよかったよ。撮りまセーブしたいですね。もう1時間超えてしまったので動画撮影が。2本に分けます。ね、なんかびっくりマークあるけど。あ、見つかった。この人、仲間になる人だ。知ってる。何なの今の人。いや、あの人ね、仲間に欲しいんだけど、もう枠がないから諦めますあの人は諦めますね。ああそういうことか、だからあの仲間になるその他のキャラ、何ていうの、残り2名のキャラで耳が尖ってたのか、この世界の人だから。なるほどね。リザレクトボトルは買っとこうね、うん、なるほどね。まあでもなんかいろいろ分かってきたよね、ほんとね。ただ10人倒さなきゃいけないと思うと結構な人数、うわたっけ。でもなんかみんな強くねみんな強いんだけど、ウィップ売ってるってことはもう仲間にできたんだあの人。まあしょうがないな。エレキガンって誰の武器？仲間にしてない人で銃使える人なんていた？てか待って、ここにも売ってないんだ。あのペトラさんって武器存在しないの？指差し棒ヤーン買います。トリマパーティーにいるメイン2人の武器を買っとこうかな。そうだね、はい、100上がるのでかくない？だってプラス 430? はちょっと待ってよ、今500でしょ、800 1115 急激に火力が上がった、やばいね。よし、ではでは今回一旦この辺で終わりたいと。魚釣りどないよ、ここで魚釣りできるの。謎すぎる。よし、あ待って、これ見よう、はい、でも随分都会じゃない、いろいろ建物的にはね。おお、おお、ということでこの辺で終わりたいと思います。次回から多分まあ新章ですよね、新しい章に入ったかなと思うので、まあでも意外とボス戦はやれてるからちょっと今後もサクサクいけたらと思います。はい、ということでこれで終わりたいと思います。バイバイ。